ナルミは日本海軍の砲艦。前身はイタリア海軍の砲艦、エルマーノ・カルロット。艦名は都市名称名で東海道53時の宿場でナルミ塾がある。また近くの海をナルミ方と呼び、そこで歌われた古歌から大田道館が正気を掴んだという故事があるという。エルマーのカルロットは上海ドックエンジニアリング社で百二十一年に 竣工第二次世界大戦中は上海にあり、1943年9月のイタリアの降伏に伴い、日本軍の手に渡った。自沈したとも言われるが、自沈したイタリア不設艦、デパントと比べて、日本海軍への編入までの期間が短いことなどから、自沈せず露覚された可能性も高い。第一工作部で整備を行い、同年11月1日。 なるみと命名、日本海軍籍に編入、砲艦に類別された。同日佐世保鎮獣布籍。死な方面艦隊要コ港、方面特別根拠地帯所属となった。江南造船所で改装、修理工事を行い、12月30日工事が完成した。その後上海を出港、下流警戒隊となった。1944年1月3日、南京期。 6日に南京を出港し、以降様子校の紹介に従事した。8月1日に上海行き26日上海発、紹介任務を継続した。10月1日に軍艦から除かれ艦艇の包艦に類別が変更された。10月7日、なるみは急行で P-40 の攻撃を受け、左元燃料タンクへの直撃弾1発と資金弾2発を受けた。 10月8日から9日にかけて工作船、早瀬によって修理が行われた。10月10日、鳴海とタタラで第24砲艦隊が編成された。1945年1月4日、急港から観光へ向かう途中で P-51 の攻撃を受け、資金弾5発と銃撃により損傷。死者3名、負傷者8名を出した。鳴海は1月22日に、 江南造船所につき入居した。3月19日、妻と共に南京へ向かっている途中で、妻が食来沈没し、なるみは妻上院を救助した。なるみは上海で終戦を迎えた。1945年9月に中華民国軍が接収、中華民国海軍、高校と改名された。日本海軍籍は1947年5月3日。 除籍された。1949年に中国人民解放軍海軍に投降した。1960年代に除籍された。1944年10月1日以降は、奉還長。吉田駒夫大尉、少佐。1943年11月1日から1945年2月20日、小池光夫大尉。 1945年2月20日から1945年8月15日、ただし書きで、ただし、地目下か装備中に、して今後若干の変更あるやもちれずなおなるみ及び、墨田はみ着手とある。ありがとうございます。